ウィキペディア日本語版に存在する2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震東日本大震災に関する記事の一覧地震の概要地震学の観点からの解説地震で生じた津波地盤沈下液状化などの解説は東北地方太平洋沖地震地震と津波のメカニズムの詳しい解説は 東北地方太平洋沖地震及び津波のメカニズム、関連する地震は、東北地方太平洋沖地震の前震、本震、余震の記録、地震被害と被災地支援については、東日本大震災、原発事故は、福島第一原子力発電所事故を主項目として、それぞれ解説している。震災や原発事故の項目の中で量の多いものは、分野や地域などで区切って、 別の項目で詳しく解説している。各地の県庁所、県庁所、県庁上で観測された津波の高さ。発生した津波の詳細は、東北地方太平洋沖地震津波を参照。本震における、日本各地の震度分布図。東北地方太平洋沖地震の前震、本震、余震の記録本震では、震度5弱以上の市町村を記録。 2011年3月11日、新宿駅にて撮影。帰宅困難者については、東日本大震災による帰宅困難者を参照。関直と政府の対応については、関内閣東日本大震災への対応でも解説。日本国外の対応、支援チャリティ活動この一覧にないものについては、カテゴリー、東日本大震災へのチャリティ活動を参照。 フレーズ音楽スポーツ、国際原子力事象評価尺度事故の深刻との評価、事故の深刻との評価については、福島第一原子力発電所事故、原子力事象評価尺度の判定を参照。当事者政府行政民間、ありがとうございます。